どうもこんにちは、旬代理メンバーの鈴です。今日は小柳建設さんの川内さんという方に1日密着していきます。ということで早速1日密着行ってみましょう。 GO！今日密着する川内さんが出勤されました。建設業界の一日の過ごし方はどんな感じなのでしょうか。おはようございます。おはようございます。軽く自己紹介をお願いしてもいいですか。小柳建設入社2年目の川内亮太です。自分は土木工事部に所属していて、三条維持工事の現場管理を行っています。小柳建設は総合建設業として土木事業、建築事業、環境保全事業を中心に行う企業です。今日はお昼までここ現場事務所で仕事をし、午後からカモオフィスで作業する予定です。ちなみにカモオフィスはとっても綺麗なので楽しみにしていてください。今から何をするんですか。これから KY 活動があります。 KY 活動って何ですか。 KY 活動は危険予知活動の略称で、作業員さんの班の中で危険なポイントを挙げてもらって、その挙げた危険なポイントに対するリスクを除去する場です。 KY 活動は危険予知活動の略称です。この現場で働く作業員の方々が班ごとに集まり、今日の作業内容、体調不良者の確認、また今日の作業場で予想される事故とその対策について話し合います。 KY 活動が終了したら次は朝礼です。この後何があるんですか。先ほど班ごとで行っていた KY を工事全体で共有します。はい、それでその挙げてもらった危険なポイントだとかリスクを除去する行動にを発表してもらった後に、自分たちがそれを総括して注意喚起を行って、今日一日工事が安全に動けるようにする会になります。朝礼ではまずラジオ体操をします。準備体操をしっかりして作業中の事故防止に努めているそうです。ラジオ体操終了次第 KY 活動の共有に入ります。先ほど2班に分かれて KY 活動を行った際に気づいた内容を共有し合い、再度危険喚起をします。歩行者自転車が通った際には一時停止して周囲確認をしてからの作業再開をお願いいたします。最後にその日の重点的な注意事項を全員で指差し確認をする視差呼称を行います。事故に対する意識の高さが伺えます。朝礼が終わったら巡視に向かいます。現場で除草作業を行ってくれている作業場を回り、4つのことを確認します。1つ目、打ち合わせ通りに現場が稼働しているか。2つ目、現場のルールを守っていただいているか。3つ目、作業員に体調不良者はいないか。そして4つ目は作業進捗の確認です。現場巡視はこの4つのことを確認する仕事です。進捗とこの後予想される危険事故を共有して、1つ目の現場は終了です。次はどこに行くんですか。今1つの現場を見たので次の現場に向かいます。本日2つ目の現場に到着です。体調確認の方から。はい、朝からは順調に進んでます。中野さんから見た川内さんってどんな人ですか。まあ1年目は、はい、まあ、ちょっとあの静かな無口な子かなと思って、はい、見てましたけど、はい、まあ、だんだんその2年目、今年2年目ですか、笑いが絶えない、はい、まあ、現場に来ても冗談の一つも言う、ね、成長してますというか。あ、そうです。いや、なんかこうやって言われるとちょっと照れくさいですね。お二人の仲の良さが見えたところで現場巡視の仕事は終了です。これで現場巡視が終了になるので、これからカモオフィスの方に行って資料作成だったりを行います。このカモオフィス超綺麗ですよね。私もこんなところで働きたい。川内さんはお昼までこのオフィスで資料作成などの仕事をされるそうです。あれは各現場の様子というかになってますね。オフィスはフリーアドレスになっていて、自分が作業しやすい場所で作業できるようになっています。早速作業開始です。何をしているのか詳しく聞いてみましょう。工事で撮った写真を整理して発注者に提出する資料を作ったり、現場のホームページがあるのでその更新資料を作成したりします。現場の写真整理や現場の進捗予定を工事のホームページで更新していきます。そしてランチの時間です。今日はオフィスのコワーキングスペースで先輩の長谷川さん、金安さんとランチをします。定期的に地元のパン屋さんが出張販売を行っているそう。それにしてもメニューが豊富。そしてなんとこの出張販売は社員の方だけではなく地元の方も買いに来れるそうです。何を買ったんですか。クロックムッシュ、ハムのサンドイッチですね。川内さんは何を選んだんですか。あんこ生クリームサンド、野菜サンドと煮卵カレーパンです。金安さんはバジルチキンサンド、あと塩バターメロンパン、生スコーン、
です。実はこの透明な作りも親柳さんのこだわりポイント。親柳建設さんのオフィスは地域との距離感も意識しているそう。全面ガラス張りになっているのもそのためです。地域創生を視野に入れた親柳建設さんの意気込みが感じられます。仕事きつそうだなっていうイメージがあるんですけど、実際どうですか？管理側からすると、作業員さんに比べて肉体的な仕事は少なくてそんなに負担はないんですけど、今は遠隔カメラを使ってのパトロールだったりをして行く回数を減らしているので負担はどんどん少なくなっています。作業員さんの方は夏場だったら扇風機がついた空調服だったりを着て、冷たい飲み物だったり塩分補給ができるようなタブレットだったりを配ったりして作業員さんたちの負担を減らせるような取り組みを行っています。冬にもなんかヒーターがついてるベストがあって、それを着たりしている作業員さんもいます。ランチ後は上司とのキャリアアップ面談です。このミーティングブースもこだわりがあるそうで、この部屋は主に面談で使われる部屋で2人で面談するんですけど、横並びに座ることで対面より喋りやすくなっていて、窓も大きくて開放的なのでさらに喋りやすくなっているような部屋になってます。なるほど、とことんこだわり切られたオフィスですね。それでは早速キャリアアップ面談開始です。親柳建設さんでは社員が目標を達成するために1ヶ月に一度上司と目標の振り返りを行っているそうです。自分一人ではなく上司と二人三脚で目標達成を目指せる点、1ヶ月に一度必ず相談できる機会が設けられているというのは社員さんが安心してチャレンジできる環境が整っていますよね。ということでそろそろ面談が終わりそうなのでお二人に話を聞きに行きましょう。お疲れ様です。お疲れ様でございます。お疲れ様でした。田中さんから見た川内さんの印象、いいところと直してほしいところを聞きたいんですけど、はいはい、ありますか何か。いいところはですね、一つ一つの業務をですね確認しながらやってミスがないようにやっています。お、逆に直してほしいところありますか。直して、まあ長所でもあるんですけども、はい、まあ、ミスを恐れるあまり、はい、ちょっと行動が慎重になりすぎてこうチャレンジ精神をもっと出して行動していただきたいなとは思います、うん、次は何があるんですか。これから現場の遠隔のパトロールがあるので一旦事務所にまた戻ります。親柳建設さんはパトロールを遠隔で行い仕事の効率化、負担軽減に努めているそう。今川内さんが行っているのがまさに遠隔パトロールです。現場付近にいる社員さんにビデオ通話をつないでもらい、作業員さんと遠隔でコミュニケーションを取ります。ここでは午前中からの進捗の管理、体調管理等を行います。ちなみに遠隔になったおかげでだいぶ移動の負担が軽減されたそうです。お疲れ様です。お疲れ様です。今から何がありますか。これから誘拐が始まります。作業者からこの登る手前のところで終わった。もうちょっと、もうちょっとで、ここで、うん、だから鶴が来る、来るかな。お疲れ様です。お疲れ様です。で、出しましたはい、ブルーシートかけてありますかね。動き出しました。わかりました。じゃあ出来方出来方だったらよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。責任失礼いたします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。もう終わりですか。そうですね、だいたいこのぐらいの時間に終わります。まだ5時半でかなり早いですけど、いつもこれぐらいの時間に帰れるんですか。そうですね、だいたいこのぐらいの時間に退勤します。めっちゃ早いですね。でここからまあ結構自分の時間があるので、はい、有効活用して、はい、自分はちょっと運動不足なんで、はい、筋トレをしたりします。全員これぐらいの時間に帰ってるんですか。だいたいこのぐらいの時間かなと思います。今日一日密着ありがとうございました。ありがとうございました。働く中で一番のやりがいって何ですか。そうですね、やりがいは、まあ、この工事で堤防を守る仕事をしてて、堤防を守ることは水害を守ることにつながるので、地域の方々の安全と生活を守る仕事に直結するので、そういったところにやりがいを感じます。親柳建設で言えば残業時間が少なくて自分の時間がたくさんあって有効活用できるんで、興味がある人は一緒に働けたら嬉しいです。ありがとうございます。新卒採用の、ね、情報も概要欄に貼ってあるので、はい、ぜひ、はい、やってください。ありがとうございます。今日一日本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。気をつけて帰ってください、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。